お店見た、うん、えっ、ー、どうでした。出た、ヒマラヤさん、めっちゃゴージャス。大家好、平南、欢迎回来。今日はね、ある豪邸に遊びに来てます。すごいぞこれ、本当にもうテンションめっちゃ上げ上げなんですけど、皆さんにお見せしていきたいと思います。準備はいいですか。行きましょう。見てこれ、やばくない。女の子の夢じゃん。やばいね、やばい、もうドキドキ止まんない。すごいよこれ、お店みたいね。お店みたい、うん、テンションが本当にやばいんですけど、早速持ち主にお越しいただきましょう。あすかさんです。こんにちは、はじめまして、お願いします。よろしくお願いします。はい、ではあすかさんのチャンネルは下の概要欄に貼っとくんで、ぜひ皆さん見てみてくださいね。いや、本当すごすぎてどこから話そうかっていう感じで、ハイブランドのものばっかりですよね。そうですね、クローゼットは2年ぐらい前に作りました。これ作ったってことはオーダーメイド。そうです、この真ん中の台とかこのクローゼットとかはもう特注で。うちの寝室より大きいよね。大きい大きい、うん、間違いない。このクローゼットはちなみにおいくらされたんですか。絶対そうですよね。すごいな、やばいな。目玉のバーキンとケリーがずらっとね、すごいね。もうほんとクロコとかオーストリッチばっかりで、もうほんと高級なものばっかりですね、はい、こんだけねバーキンとかケリーをお持ちなので、アスカさんにとってのトップ4をね出していただこうかなと思います。はい、はい、お願いします。どれもお気に入りなんですけど、はい、そうですね、全部かわいい。かわいいですよね。あ、私これオーストリッチのケリーで、これ本当になんか可愛らしくて、着物の時によく仕事で使ってます。え、初めて見た。これが25センチなんですかね。25センチですね。銀座で働いてるんですけど、着物には本当はバーキンダメで、本当は正式にはケリー。あ、そうなんですか。バーキンはカジュアルバッグなのでダメって聞いたので、なるべく数もちょっと着物用には買ってますね。お値段はちなみにおいくらされたんですかね。私ちょっとこれ覚えてないですね。実はあんまり全部値段は出たね。ね、お金持ちの。やっぱ値段を見ないで買ってる。すごいね。買い物も一緒に全部買うので、一個一個それってあんまり見ないですね。なるほどね。さすがですね。我々みたいに一世一代の買い物だと ね、金額覚えてるからね、ずっとね。これちなみにこのついてるその。はい、あ、これですか。じゃあ、かわいいね。2年ぐらい前から発売されてて、この種類ちょっと集めてたんですよ。いろんな色やバリエーションがあります。あとリザードとか、あとクロコもあります。あ、これ高いんですよ。それおいくらなんですか。これクロコだと80とか90とかして。え、だって何も入らないんですよね、それは。入らない。あ、いました。お、え、すごい。本物のちゃんとしたケリーと同じ作りで作ってるそうです。あ、めっちゃゴージャス。初めてこの近距離で見ました。じゃあ次トップ3出していただこう。はい、はい、お願いします。はい、これが、あ、かわいい、欲しくて購入したカバンになります。黄色の色のクロコって2種類しかないんですよ。そのうちの1つですね、ライムとミモザ。めっちゃ映えそうなカラーですね。夏すごく持ちやすいんですよ。冬はもうほとんど持たないんですけど。ちなみにこれマットなクロコなんですかね。これマットですね。さらに可愛いさが増しますね、はい、マットだと。マットだんだん使うと少し光沢出てきてツヤツヤになってくるんですよ。私あのクロコのシャイニー持ってなくて光ってる方なんですけど。お、これはないんですね。ないんですよ、全部マットで。そうですね、言われてみればこれ多分あれですよね。あ、スーダシャイニーですね。高級感あるんですけど、いかつくないです。そうですよね。だからこれすごい、クロコなのに初めていかつくない、なんか爽やかな、爽やかな、はい、こういうのいいなと思って、はい、めっちゃ似合ってらっしゃいますね。すごいな、めっちゃ可愛い。これもじゃあ値段の方は覚えてない。でもだいたいクロコの25センチって多分550かも。550、ケリーが450とかかもしれないですね。だそうです、はい。あ、私初めて知ったんだけど、クロコの中身ってクロコじゃないんですね。え、そうですね、普通の牛革ですね、はい、庶民の初体験、新体験。そうだね、中身見たことないからね。あ、牛革です。すごいね。え、雨の日とか持って出かけられます。雨全然使います。うわうわピップがね。
黙々焼くときにはちょっとあんまり使いたくない。ああの本当にすごい匂いのところは持っていかない。なるほど。じゃあこれがトップ3なんですね。トップ2はちなみに、わかわいい、めっちゃエレガント、えめっちゃかわいい、チェリーマットなんですよ。しかもこれ馬のひづめのマークがついてて、おお、これはオーダーメイドなんですけど、なんとお店にあったんですよ。オーダーじゃなくて、すごくないですか、はい、えどちらで、これはパリの本店で、え普通にお店に行って置いてあったんですか。あったん、あ、まあ、中にちゃんとしまってあったんですけど、はいはい、今日は何かありますかって伺った時にこちらありますって出していただいて、えすごい、初めてこのマークのものが店頭にオーダーじゃないのにあるんだなと思って購入しました。そのマークがあるとオーダーメイドなんですか。そうそうそう、このこちらの馬のひづめが好きみたいな、はいはいはい、サプライズ。たまに店舗にもこういうのがあるそうですね。へえ。でも25センチは珍しいですね。あそうですね、それで誰かがオーダーされたのかお店が作ったのかちょっとわからないんですけども、お店にあったのでこちらを特購入しました。めっちゃかわいい、すごい、人気なカラーの組み合わせじゃないですか。そうなんですよ、人気なカラーで金具もマットですし、そう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 、これはちなみにお店で他の買い物をされてそれで出してもらったっていう感じなんですかね。パリ行った時にはちょこちょこ洋服とか財布とかそういう小物も購入したので、その時に聞いたらたまたまありました。その時はだいたいトータルでいくら使ったか、それも覚えてないはい、だそうです、はい、パリで買った方が日本で買うより安いんですかね。あ、そうだと思います。パリの方が何でも日本より全然安いですよ。ちなみに何年前の話になるんですかね。これは2年前です。あ、じゃあ割と結構最近ですね。コロナが始まる前ですね。めっちゃテンション上がりません。びっくりしました。ありがとうございました。これがトップ2ですね。はい。いよいよね、トップ1もこんだけもすごいバッグちゃんたちをね、いろいろと出していただいてるんで、トップ1はどういうやつが来るのでしょうか。はい。お願いします。はい。出た。出た。ヒマラヤさん、これはね、バーキンちゃんとかじゃないんだよ。サマサマサマをつけたのしかもね。ヒマラヤはこの白とグレーのヒマラヤ2色あるんですけども、はいはい、たまたまこの白のヒマラヤに出会えたので、こちら白とよく使ってます。サイズも25で一番使いやすいなと思って、はいはい、他にも30と35もお作りがあるとは聞きました。なるほど。横がちゃんとこうパカッと分かれてて、これがやっぱり大事みたいですね。この白の皮を探すのがすごく難しいって聞きました。なかなかこう白だけがなくてそれに着色していくって聞いたので、なるほど、はい、普通の顔よりもだいぶ難しいとは聞きました。だからこんなにレアなのかもしれないですね。そうですね、ヒマラヤはこのサイズ持ってる方結構全然いますよ。え、はい、私と同じ美容室にまだいます。へちょこっと見かけます。あ、やっぱいい方が買ってくれたのかなとかいろいろこう考えます。やっぱ銀座に集まってくるんだろうね、ヒマラヤ様は。黒子も一人ぐらいですね。そうだね、うん、インタビューできたのは黒子は現時点一人だよ ね、 あ、うん、やっぱり街で持ってるの店牛が多いですよね。牛が多いですね、うん、黒子ちょっとやっぱいかつい気はしますよ。値段使いしづらいかなってちょっと思いました。じゃあ持つ時はどういったところに。今までは仕事の銀座しかまだ持って行ったことないです、ね、でもさすがにこれ雨の日にちょっと大変でしたね。雨途中で降った日があったんですよ、夕方、はい、ちょっと濡れたんですけど、でも全然綺麗で、本当ですね、皮はちゃんとしっかりしてるなと思いました。本当ですね、はい、もう黒子は結構水に弱いって聞いたんですけど、はい、いや、意外と頑張ってくれました。お値段の方はもし、あ、値段は750とか780とか、まあすごいね、でもなんかすごい高いんですけど、やっぱり正規店で購入できた方がちょっとこう安いですね。よく皆さんこう2000万とか3000万出して買うとか、2500とかそういう平行輸入のお店であるんですけど、正規店そんなに高くないと思います。普通の黒くちょっとっていう感じですね。なんか意外とそうですね、まあすごい高いんですよ、もうはーって感じなんですけど、ヒマラヤ様にしてはね、はい、でもその正規店で買えるところに至るまでがね、そう大変ですよ ね、 700、800万あればすぐ買える話じゃないからさ。そうですよね、だってバーキンとかケリーとかエルメス好きな人にとっての夢ですもん、うん、もうそうですね、ヒマラ、もうほんとヒマラ商店にシャツの2位が大変だよね。そうだね。ちなみにこれつけてらっしゃるものもすごくレアじゃないですか。これ
これなんこれケリードールって言って最近発売されてるチャームですね。さっきのケリーとちょっと違って顔がついてて、はいはいはい、可愛いんですけど、めっちゃ可愛いです。これめっちゃレアですよね。そうですね、多分あんまり店頭にないんじゃないかなと思います。確かあれですよね、小さめのバッグもあったんですね、うん、ケリードール。 ありますあります。そうですよね、はい、それのチャーム版。チャーム版ですね。そう、これもなかなか入手困難で、本当にVIPな方にしか出してないようなアイテムだと思います。うん、うん、本当すごい、もう本当に今日いろんなすごいものをね、実物見れてすごい幸せ。もう見てるだけですよね、目の保養だね。ね、そう。ちなみにこちらのお値段はもし覚えてらっしゃるんだったら。いや、これちょっと覚えてないですね。クロコのチャームとどっちが高かったんですか。いや、クロコだと思います。クロコのチャームはカバンぐらいやっとします。すごいな、クロコ様様です。すごいな。いや、もう本当すごい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんだけ素敵なバッグを出していただけるということで、はいはい、やっぱりエルメスの三島さんとどういうふうにお付き合いをされてるんですかね。やっぱりその良好関係を保つのに何か秘訣もなどもしがあれば。仕事柄プレゼントが多いので、そういうものをよく購入させてもらってますね。新進服とか、はい、あと食器類とか、私の仕事のドレスも購入してますね。今着てるのもエルメスさん。あ、仕事で結構着てます。1ヶ月2、3回着てるくらい気に入ってる服で。すごい素敵ですね。高そうな素材で、とりあえず、うん、ね。ちなみにエルメスのワンピースは大体いくらくらいされるんですかね。でもあんまり、でもあんまりだそうです。比べてそんなに高くはない。そうですね、やっぱレディース最近値上がりが他のブランドさんもすごくて、ディオールのドレスは結構高いですね。あ、そんなに高いじゃん。3桁からって感じですね。そうなんだ、はい、ぜひ皆さん、アスカさんのチャンネルでディオールさんの、はい、コーディネートなどもされてるので、はい、興味のある方はぜひ飛んでみてください。だいたいどれぐらいのペースで行かれるんですかね。あ、でも月1回ぐらいじゃないですかね、まとめて、はい、なるほど、まとめてドカンと、はい、月謝とかに手帳にお客様の誕生日があれば誰々さん誰々さん誰々さんって読むので、じゃあこの方には小物、この方には洋服とか、月謝にまとめることが多いです。なるほ ど。私庶民はしょっちゅう行くもんね。逆にね、何も買わずにね、何も買わずに行くみたいな。ありますかって。はい、ではアスカさん、やっぱりこんだけもうかっこいい女性でいらっしゃって、ご自身でいろんなものを、銀座クラブ、そしてクリニック、美容室は、もうめちゃくちゃもうキャリアウーマンじゃないですか。働いてますね。ではこんだけご自身でこんだけすごいものをバンバン買ってるアスカさんなんですけど、はい、今まで買われた一番高価なものは何になるんですかね。私仕事でよくつけてるんですけども、ハリーウィストンが好きなので、時計を購入したのが今まで一番高かったと思います。おー、ハリーウィストンすごそう。ハリーウィストンの時計なんかあるんですね。あります、あります。あまり数はないって聞いたんですけど、すごい宝石がたくさんついてるやつで、ドレスに合いそうだなと思って去年購入しました。それはちなみにおいくらで。それは言えないです。もう言えないぐらいの額。言えないぐらいの額。皆さんのご想像にお任せします、はい、ではもう言えないくらいのお買い物をされてるアスカさんなんですけど、本当に申し訳ないんですけど、これ失礼だったら NG と言っていただいて結構なんですが、やっぱり年収の方はちょっと NG。 はい、かしこまりました。そうですよね。はい、ではアスカさんが次狙ってる買い物とか地味に気になってます。ヒマラヤ様もお持ちですし、うん、今度何を買うんだろうっていう。そうだね、ありますよ、欲しいものあるんですけど、でも全然買えないんで、家の台欲しいなと思って。そんなのが、そんな、な、てんてんてん、家であの台が欲しいんですけど、ちょっと高いなと思って、まだ貯金中です。ブランドはちなみに、あ、ハリーウィストンでちょっと揃えたいなと思って。そう、なんかルパンとかに出てきて怪盗ルパンのそうそう、イエローダイヤ、カラーダイヤ今すごい気になってて、イエローダイヤまだないの で、ある程度の大きさが欲しいなと思ってるので。そう、ハリー・ウィンソンのイエローダイヤである程度の大きさっていくらぐらいなんですか。いやー、でも欲しいのはやっぱ 7、8 キャラットとか1億ぐらいの欲しいですけど。おお、何年かかるかなって感じですが、いつか買いたいです。はい、7、8キャラと指につけて重くないですか。はい、ちょっとこれぐらいかなと思うんですけど。そうです、親指ぐらいないですか。カラー
イヤはやっぱちっちゃいとダメみたいで、あのやっぱ3キャラ以上じゃないと結構見栄え的に面白くないとは伺ったんですよ。なのでそしたらちょっと3キャラスタートだともうちょっと欲しいなと思って、それ目標にしようと頑張ってます。すごいな。ちなみに今つけてらっしゃるダイヤさんはめっちゃキラキラしてますね。これもハリーウィンストですか？あ、そうですね、はい。すごい。アスカさんにすごい聞きたい質問があって、やっぱりこう女性が男性におねだりするときにこういう風にしたらおねだりがうまくいくよっていう方法がもしあれば。私の周りでおねだりが上手な女の子はやっぱちゃんとストレートに言ってますね。あ、ストレートが大事なんですね。これ頑張るから、頑張ったらこれ欲しいなとかって可愛い感じで言ってますね。あ、それいいかもね。なるほどね、逆にね。なんかあのぼやっとするよりは、私これからこれ頑張るとか、まあ、これだけあの成果出たら私これ欲しいなとか、そういう風に言うと、お、頑張ったら買ってあげようかなみたいな。それいいかもですね。皆さんぜひ旦那さんとか彼氏さんに使ってみてください。はい、じゃあ今日は本当にアスカさんにこんだけ素敵な話をお伺いできて本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ぜひアスカさんのチャンネルにも遊びに行ってくださいね。はい、では今日の動画が好きだったらいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バーイ。